Spinner. Good morning, ケリーアンです。4月11日火曜日、世界で今起きていること。イースター休暇中のヨーロッパではビジネスの目立った動きはありませんでした。一方で中国には先週のフランス大統領に続いて南米のリーダーが訪問する予定です。このポッドキャスト Daily Brief では世界で今まさに報じられた最新のニュースをいち早く声でお届けします。ブラジル大統領が中国を訪問する。ブラジルのルーラ大統領は今日11日上海入りする予定です。ルーラの中国訪問は当初3月下旬に実施される予定でしたが、インフルエンザと肺炎を患ったとして延期されていました。ブラジルにとって中国は大豆と鉄鉱石の最大の輸出先でもあります。今回の訪中の目的はブラジルと中国間の貿易強化にあるとされています。ルーラは今週金曜日には北京で習近平国家主席との会談に臨む予定です。アップルはパソコン販売で苦戦している。市場調査会社 IDC によると、今年第一四半期のパソコンの販売台数は世界全体で5690万台となり、前年同期比で 29% 減少しました。レノボ、HP、デル、アップル、ASUS の上位5社のうち最も落ち込みが多かったのはアップルで 40% 減っています。アップルのパソコン販売は新型コロナウイルスのパンデミック中に在宅勤務が増えたために好調でしたが、昨年からは減少傾向にあります。また世界のパソコン販売も景気悪化や在庫の積み増しの影響で低迷が続いています。アメリカは文書流出の調査を急いでいる。ロシアのウクライナ侵攻に関するアメリカなどの軍事機密文書が SNS 上に流出したとされる問題で、アメリカ国防総省の高官は極めてセンシティブで機密性の高い情報が含まれているとの考えを示しました。文書は当初メッセージアプリのディスコードに掲載されたとみられ、その後ツイッターや YouTube に拡散しました。中にはアメリカが韓国の政府内の通信を傍受したことを示唆する文書が含まれていたとの報道もあります。億万長者はノルウェーから脱出しようとしている。ノルウェーの金持ちたちが相次いで国を離れているとイギリスのメディアテレグラフが報じています。ノルウェーは富裕層に対する税金、いわゆる富裕税を設けている数少ない国の一つで、およそ2億5000万円を超える資産を持つ者には 1.1% の税金が課せられています。テレグラフは2021年に発足した左派政権が富裕税率を引き上げて以来、多くの富裕層がノルウェーを去り、結果的に政府は数千万ドルの税収減を被ったとしています。昨年1年間で少なくとも30人の億万長者が税金がより安いスイスなどに移住したとも報じられています。気候変動でホームランが増える。アメリカの気象学会のウェブサイトに掲載された論文によると、気温の上昇で空気密度が低下することにより打球はより遠くに飛ぶようになるそうです。アメリカの大リーグでは2010年から2019年にかけて少なくとも500本のホームランが地球の温暖化と関連付けられるとしています。論文は現在のペースで温暖化が進めば2050年には年間ホームラン数が190に増えると予測しています。今世界で起きているニュースをいち早く受け取りたい方は Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などでぜひ Daily Brief をフォローしてくださいね。また感想をレビューでお待ちしています。今後のデイリーブリーフを良いものにするため、あなたの感想をお待ちしています。ケリーアンでした。 Have a nice day!